音楽との出会いは、まあ、そもそも両親がもう本当に音楽が好きな家族家庭だったので、もうなんか音楽が絶えない日々で、北海道出身なんですけど、北海道で大きいフェスがあって、ライジングサンロックフェスティバルっていうのがあるんですけど、それに私が幼稚園ぐらいの時からテントを立ててね、1泊2日でもう本当に音楽を楽しむっていうフェスなんですけど、それに幼稚園から、まあ、本当に毎年行ってて、でそのフェスを見るごとに、なんだろうな、東京事変さんだったり木村カエラさんとかを最前で、もう本当に小さい頃から最前で見たりしてて、なんか小さい頃なりの考えで、やばいみたいな、なんかあそこに立ってみたいみたいな感じで思って、それからなんか音楽は自ら聴くようになったり、レッスンしたいって親にママに言い出したりして、なんか音楽の道で頑張ろうかなと思ったのが、なんかそういう出会いとかきっかけです。私すごい中川翔子さんが大好きで、で北海道ポケモンの朝の番組を毎朝学校行く前見てて、で翔子さんライブするんだって、北海道でライブするんだと思って、すごい大きいところで、ニトリ文化ホールっていうところでライブしたんですけど、それ見に行こうと思ってライブ見に行って、初めてだったのでね、なんか2階席で結構後ろの方でちょっとママと2人で見に行って、なんかあーすごいみたいな感じだったんですけど、なんか企画でしょこたんと一緒に踊ろうみたいな、なんかステージに立って一緒に踊れるよみたいな企画があって、そんなのあるんだみたいな感じで、なんか第三者目線みたいな感じで見てたんですけど、そしたらしょこたんのマネージャーさんが横に来て、ちょっと踊ってくれませんかって言われて、そんなめちゃくちゃ好きなんで、やったーみたいな、多分私小2とかだったと思うんですけど、ステージ立ってもう初めてそんなに大きいステージに立ったわけで、しかも目の前にしょこたんはいるし、もう何千人というファンの方がもう本当にすごい素敵な表情でしょこたんの方を見ていて、なんかそれを私は後ろから見て、ステージ側から見て、なんか私もこうやって人をいろんな感情に変えてあげたいなって思ったのが、歌手になろうって思ったきっかけです。いやでもなんかよくあるんですよ、インタビューで。そうやってなんか辛かったこととかありますかみたいな質問あるんですけど、私本当になくて、多少なことあります。なんかワンマンライブがちょっとうまくいかなかったとか、自分なりにうまくいかなかったって思ってたとしても、次のはなんか寝たら忘れるんで、なんかそんな引きずらずに、まあ、今はなんかコロナでライブとかもそんな毎日もう本当にできなくなってしまっている状況ですけど、なんか毎日ライブがあったりしたりしたから、なんか本当にそんな深く思うことは良くないなと本当に思ってるんで、まあ、なんか時にはね、多分立ち向かった方がいいと思うけど、まだそんな挫折ってほどのことはないですね。言葉で二十歳になるっていう聞いたら、すごいなんか素敵なことだなって私は思ったので、なんかクラフティっていうのはなんかずる賢いとか、なんかそういう意味なんですよ。なんかそれで私はなんかやっぱり19、20の間ってすごい大きな差があるなって、まあ二十歳って19の私からしたらすごい
大人だなって思う数字であって、なのでなんかまあ大人の私の女性像を書いたというか歌詞にした曲にしたっていう感じなんですけど、まあ私のそのクラフティっていう曲のイメージはちょっと悪っぽい女の子じゃないですけど、なんかずる賢く20代も生きれたらいいなっていう、そのちょっとのワンシーンを考えて曲にしたっていう感じですね、うん、ダンスは昔から好きで、小学1年生の頃からダンスを最初に習い始めたんですよ。そんぐらいダンスが好きだったので、まあ そこまでなんだろう、ダンスを踊ってる MV とかそういう映像とか作品にしたことがなかったので、まあ20歳の記念じゃないですけど、なんかずる賢い、なんか悪賢くっていうテーマだし、なんかここまでいけんだぞみたいなのをみんなに見せたいなっていう思いもあり踊りましたね。でも写真集作ってみたくないですか？だって作ってみたいって、でもなんか友達もめっちゃ出してるし、めっちゃいいなと思ってたから作ってみたいなと思いまして作ります。それこそあの写真集で撮ってくれるカメラマンのゆうやくんとか石川さんとかはよく私のことを撮ってくれてる人なんですけど、それ以外にものあのすごい有名な方々が撮っていただけるということなので、なんか多分絶対カメラマンさんによってあの映る表情も違うし、そういう部分もすごい楽し、自分自身が楽しみですね。なんかどういう自分が表情するのかとか、なんかそうやって挫折したりしないで自分らしく楽しくやってきたので、まあ抱負というかこのままこの感じでずっとなんかやめたいって思う日が来ないだろうなってなんか自分は思ってるので、まあその日が来たらその日までですけど、そこまでこの感じで私はずっと音楽やってれば20代もそういう苦しい、音楽に対して苦しいと思う時間もなくやっていけるかなと思ってるので頑張りたいですね、この感じで。